皆さんこんにちは、太郎です。本日は4月12日金曜日です。はい、ということでようやく田植えができますね。先週の日曜日以来ですので、もうほとんど1週間ぶりぐらいかな。はい、ちょっと時間が空いちゃいましたが、ようやく田植えにこじつけました。でね、苗もさすがにね、1週間放置してたので、ちょっとね、はい、こんなことになっちゃいましたね。はい、ちょっとあの部分、髪の毛のサラサラヘアみたいになってるので、よし、ちょっともう抜いてからね、やり替えようかなと思ったんですけれども、ちょっとね、私のヨダキンボが発症しちゃいましたので、まあちょっとだからいいでしょう。ちょっとね、苗取り量を、はいがっつり増やしてね、もう横送りは変えず、苗取り量がっつり増やして、とりあえずあの苗を消費しようと思います。で、ただいまの進捗状況は一丁三段ね、残り10丁はないと思うんですけれども、これのうち1丁じゃないな、7段ぐらいはあれです、捕食です。それではやってまいります。いやー、ようやくといったところですが、まあずーっとトラクター乗ってたのでね、もう久々にタブレットに乗ってみると、まあ、やっぱりちょっとね、なんかいい気持ちになりますね。ずーっとトラクターに揺られてたので、なんか今外の風を感じてるなーというね、屋外で作業してるなーって感じがすごくあります。どれどれ、今用水は流れてきている。用水が来てる、やった、用水が来てる。よし、ここはいいぐらい。あのね、まあ今田植え中なんですけれども、よいしょ、下の田んぼがね、おろ、水はいいぐらい、あんま抜けてくれるな、水は抜けてくれるな。よし、はい、ここはね、はい、封をしまして、こっちがね、よいしょ、水がね、足らなかったんですよ。よいしょ。よいしょ。よし。これでいいだろう。さすがにね、ちょっとこれはね、はい、ひどすぎるので。にしても、タニシがすごいな。もう何週目かしたタニシがね、生まれてきてますね。よし。卵を蹴飛ばしてと。よし、さすがにちょっとね、水が少なすぎるので、あんまりあそこまでのカピカピは求めてないですね。で、ここはね、ちょっともう白柿もね、一発白柿やめて2回してるんですが、白柿、仕上げの白柿ちょっと深い状態でやって、まあいっかと思ってたんですけれども、案の定ちょっとね、草が見え隠れしておりますが、まあしょうがない。よし、おお、別に苗取り5王にしたからといってそんなに劇的には変わりませんね。やっぱり横送りだな。星光の苗がね、やっぱりちょっと想定よりちょっと多めに余ったので、まあもちろん捕食で使いますけれども、横送り回数での調整はね、やっぱりちょっと効きすぎたのかなと。26でやり始めて、あ、やばい、ちょっと足りないなと思って30にしたらね、次余りすぎちゃったので、まあそうですよね、冷静に考えると 15% ぐらい変わりますのでね。
た。こいつちょっと脱いとこ、私らしくない。はい、紀州スズメの冷えを、よいしょ、よし、取り除いて、まあ横送りの回数よりはこの苗取り量での調整っていうのはもっと細かく調整ができるってことなんでしょうね。なのでね、この5オーにした時の見た目が標準の横送り26とあんまり大差ないように感じます。なのでこの苗取りのこの調整範囲が、まあ言えば横送りの調整範囲の5分の1って感じなのかな。苗取り量が 5-5O までありますので、こんな感じでしょうかね。これね、 5O5-、 そう考えるとちょっと分かりやすいな。というのも、つぼ37株、横送り30回、苗取り量標準、それで、ね、苗の消費量は10枚だったんですよ。でこれを横送り26回にして苗取り量標準、それにするとだいたい12枚なんですよね。あ、その坪37株 でさらにこれをね、横送り30回、苗取り量標準、それで坪45株、株間24センチですね。それにしてもだいたい12枚ぐらいなんですよ。まあ、それを考えるとね、まあ坪37は固定でやりますけれども、なんかね、ちょっとそのステップがね、2枚刻みで、ちょっとまあこの37と45はでしょうけどね、まあ、さらにそこを株間21センチとかにするとまた違うのが出たりするんでしょう。調整区分なので、隣同士の調整区分と比較したら
まあ、その間の微調整2割ずつの微調整をこのナイトリ量で調整できますよってことかな。2割じゃないか、5プラス5マイナスまであるので、マイナスの方はねすごくヘリクツのように少なくなっちゃうので、まあでもマイナスでも考え方は一緒か、横送り中心で苗を調整したいのか、ナイトリ量中心で調整したいのか。私は横送り中心で調整したいけど、大まかな調整なので10枚とか12枚とかそういう調整は横送り、微調整がナイトリ量、そんな感じになるのかな、のかな、この感じを見てるとそう感じました。だいたい今ね田植え始めるときにだいたい後ろに2枚ずつ苗をね入れて始めたような感じなので、ちょっとこの田んぼ痩せですけど、あ、ちょっとしおれてたからかな、薄い。ちょっとし田植えが終わったらどのぐらい苗が余ってるかで、どのぐらい苗を消費したかをねざっくり計算してみようかなと思います。しおれてる中に何本かいいやつがあるね、タネシに食われてなければ大丈夫でしょう。まあね、田んぼの稲のびっくりなところはあと隣の上ですね、それを抜いてもね収量、最終的には同じぐらいの収量が出せるらしいですからね。例えばこの6畳田植え機なら135と、そのように苗を入れても最終的な収量はね変わらないらしいですね。すごいですよね。それを聞いてね結構ね安心するというかね、気持ちが楽になるというかちょっとありますね。もう何時計よ、種子にものすごく食われる地域ですので、ここ宮崎はね、いろいろね不安がね尽きないんですよね。田植えした後もあれすくみのんが出てない、嘘だろ、また食べ放題じゃないか。ああ、そうだよね、雨だったもんね、確認してから始めるべきだった。また食べ放題じゃん。まあでも汗際で気づいたのも何かのご縁でしょう。他のは出てるよね。え？さ、え、出てるよね。全部、うん、動いてる動いてる。うん、これは出てる。え、出てる君。あ、出てる出てる。オッケーオッケーオッケー。あ、もういいよ。え、なんで？やめて。もう止まって止まって。あ、計量っていうのを押したらずっと出てます。あれは本来今出てる量を測れってことなんでしょうね。はい、止まった。よし、これは詰まってない。すくみのまた君かよ。 OK、 そうだよね、固まってたんでしょうね。さあ、私が壁になって、ほら、田んぼに入れ田んぼに入れ。よしよし、いいかな。散布量調整、はい、ちょっと増やそう。7、いや 7.5、 いや8、いや、やりすぎかな。1から12まで結構増やしてるな。うん、よし、これでいこう。8、うん、遊びがあるので、よし、8でいいや。つまみの遊びがありましたのでね。さあ、出てるかい？
出てる出てる、オッケーオッケー、出てました。ハローじゃね、ちょっとね、なかなか難しいですよね。さあ、しっかり、難しいぞ。ヨシの根っこはね、ヨシの根っこは難しいが、おー、取れた取れた。ね、地表はこんだけしかないのに、根っこはこんなに横に、なんていうんですか、ランナーっていうんですかね。これが続いてるんですよね。それは群生するわけだと思いますが、みんながヨシだけヨシだけというのもそういったところにあるのかな。よし、出なくていいぞ。そこまで出なくていいぞ。どうしようかな。雨が降るかもしれないもんな。土のうを置くまではないか。土のうを置くまではない。足の調整でよし。完全に止めたくはないんですよね。やっぱりいろいろ起きますので、うん、このぐらい。地面が出てるところがいい。まあ、地面がね、軽く見えるぐらいがね、いいのかなと。私の白かきも完璧ではないので、
半分ぐらいずつが今余ってる状況かな。苗の半分ずつが6畳に余ってると思うと、それはだいたい苗が3枚分で、苗を12枚入れてるので、そうだね、3枚じゃないな、これは目測余り苗が1.5、1.5、3、4.5、最終入れたのが、まあ、12枚として、これは1枚の半分以上あるもんな、あれは半分ぐらいだから1.5、2、3.5、4.5、 12-4.5 で 8.5、 痩せで 8.5 枚、 8.5÷0.8 で 10.0525、 10.05 なので10ですね。10点なんぼじゃなくて10担当10、そっか、感覚的に10より、まあ、11ぐらい使ってんじゃないかな。12は使ってないなって感じですね。よし、11、11かな。12であってほしかったんですけどね、12、もともとあった苗に1枚ずつ乗せて、まあ、12枚ぐらいですよね。そうだね、12であってほしかったんですが、なので私の言った仮説、苗取り量が横送り量の一間隔の調整幅のね、例えば苗取り量5オーまでありますので、標準からその一区画を埋めていくような微調整と思ってましたが、例えば30、横送り30から28、26のね、そこの間を5分割した調整をすると思ってましたけれども、まあそれであると断言はできないのかなという結果になりましたね。はい、なのでまあ、はい、こんな感じです。はい、でしたが、まあとりあえずね、はい、まあ、ちょっとね、私の今の仮説なんで、私はちょっとね、この仮説に基づいてやってみようと思いますけれども、まあちょっとね、言い切れないので、まあおいおい様子を見ながらやっていこうかなと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。